夜ですから。ええ。ウラタロスの、ウラタロスの、モノマネを。まあ、多少お母さん方にも刺さるコメントを前に出てやっていただこうかなと思います。はい、おいおい。ゆささん。はい。また、何かワードをいただけませんか？罰じゃないんです、僕の役は。そうですね。ゆささんがやんな罰じゃありません。ここ皆さん勘違いしないでほしいんです。本当にね、これがまかり通ってしまうと僕は1年間罰を受け続けたみたいなことになっちゃうんで。そうですね。これは罰ではありません。でも、ゆささんから例題はいただきたいと思います。例題何かありますか？そうだね。はい、じゃあ、ウラタロスが言わないセリフを、はい、そうですね。言ってもらわないやつですね。はい。これによって僕は罰ゲームを受けていたんじゃないっていうことを証明できる。ね、証明になります。欲しいならすがりつけ。ひどい。ひどい。の皆さん分かりましたか？なんでこんなことがさ、ゆささんは瞬時に思いつくんですか？ちょっと うちの息子にそういうことさせないでくれるかな。すごい顔してるよ。急に親子愛を見せ始めたな。これ僕がね、僕が望んだことではないです。ああ、まあ、これ企画した人はあの人なんです。そう。じゃあぜひキバチームの皆さん前の方にいらっしゃってください。何でしたっけ？どうするよこれ。ゆささん、じゃあちょっと一瞬お手本を見せていただけますか？あとポーズなんてあったらいいですね。ポーズ。欲しいならすがりつけ。じゃあ、わかりましたね。キバチームの皆さん。メガネ外す意味あるんすか？本気になったんだ。まあ、まあ、花粉で真っ赤だけどね。さあ、じゃあ、武田さんから、テンポよく、ポンポンポンと行きましょうか。はい。では、キバチームの罰ゲームです、はい、うん、欲しいならすがりつけ。欲しいならすがりつけ。欲しいなら、すがりつけ。うわー、いい男。キバチームの皆さんありがとうございました。